今日はママとデートした時に買ったもの紹介。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はこの前ですね、こちらの動画でですね、ママとデートをいたしました。ということで今日は、こちらで買ったものを紹介していきたいと思います。まあね、結構欲しいものがありすぎて大変だったんですけど欲しいってダメって言ってママ買ってくれなかったやつもあるんですけどなのでね、まあ、お小遣いで買ったりしました。ただママにお小遣い渡してないんでね、動画撮影終わったらはい、渡しますので許してください。それでは早速やっていきましょう。はい、まず一つ目がじゃじゃん、ダイソー。ダイソーではね、実は一つでじゃじゃん。はい、こちらはですね、ネイルチップでございます。じゃじゃん。これさ、前 TikTok で見たのよ。でちょっと欲しかったんだけど、前ねダイソー行った時に売り切れてたんだよね。じゃじゃん。で今回買いました。普通に100円ですね。いやこれ100円なの強いなと思って、ちょっと今度出かけるのでその時にでもつけてみようかな。これちょっと灰色っぽいマットの色になってます。いい感じじゃない？長さもいい感じだし、デザインとっても、デザインっていうかなんていうの、色味がとても可愛くて好きです。まあ、今度つけてみますね。続いてはこちら、じゃーん。こちらイルーシーで買ったものを紹介します。まず一つ目がこちら、じゃーん。はい、こちらはですね、ティッシュ&マスクケースでございます。こちら値段が550円でした。実はね、私ね、この柄の財布とスイカとか入れるケースを持ってるんだけど、同じ柄でね、ちょっと欲しかったので買いました。こういう感じになってて、ここにパッチンがついてるのかな。あ、でここにマスクを入れられると。でここでまたパッチン閉じて、でここにティッシュ入れられるって感じですね。ハンギョドンです。他にもいろんなキャラクターいたんだけど、持ってる財布とケース、スイカみたいな、スイカ入れたりとかするケースがハンギョドンだったので、今回ハンギョドンで揃えてみました。続いてはこちら、じゃん。はい、こちらはですね、メイミーっていうアイシャドウパレットでございます。こちらの値段がですね、もともと770円だったんですけど、安くなって550円になってました。で、私は02のアンバーオレンジを買いました。もう一種類ね、種類があったんですけど、こっちの色のパレットの方が使うなと思ったので買ってみました。開けます。メイクのパレット買うのいつぶりって、本当にいつぶりって感じなんだけど、いつも同じの使ってるからね、なかなか買わなかったんだけど、久々に買いました。え、めっちゃ可愛い、見て、めっちゃ可愛いね。18色入ってます。パカーン。おー、すごい、見て、うわ、めっちゃいい色。じゃじゃーん。こんな感じで茶色系とか、ここら辺がよく最近使うカラーなので買いました。そしてチップもついてます。鏡も大きくてね、剥がしますね。最高、これ剥がすの好きなんですよ。大きい、大きいのでね、すごい見やすくてメイクやりやすいですね。めちゃめちゃこれだけで多分私1個で多分メイクできるんじゃないかなってぐらいね、色があるのでとても気に入りました。まあね、ちょっと明日ね、出かけるので、その時にでも使おうかなと思います。はい、続いてじゃん。はい、こちらはですね、ベベベン、じゃん、指輪です。こちらの値段が300円でした。いつもね、指輪ね、自分で好きなの買うんだけど、ちょっと今回ね、欲しいものがありすぎて、その指輪の種類が多すぎて、もう全部欲しいってなっちゃったんで、今回ママにね、選んでもらったチョイスなんだけど、めっちゃ可愛くない？このハートの、何？宝石みたいなのついてるのめっちゃ可愛いし、一番上のなみなみなみも可愛いし、この300円で5個ついてて、5号、9号、11号、11号、13号あるの、強いなと思って、いつもね、イルーシー行った時には買ってます。はい。まあね、先ほども言った通り、明日お出かけするので、その時にもつけようと思います。はい、続いてはロフトで買ったものです。じゃじゃーん。こちらはですね、ちっちゃいコンテナになります。こちら550円でした。ちなみにこれがお小遣いで買ったものです。これはね、ちっちゃいコンテナガチで欲しかったので、ピンクの。他にも色あったんだけど、ピンクが一番求めてた色だったので、良かったです。可愛くない？この大きさ。私のまた机の上のところに置きます。可愛い。はい、続いてはこちら。じゃーん。これはね、なんか文房具が安く売ってるところで買いました。はい、まず一つ目がこちら、じゃーん。
はい、こちらはですね、ハンギョドンの PVC ケース付きクールマフラーでございます。これはあれかな、と水濡らして冷たくなるタオルみたいな感じかな。で、こちら値段が300円ですね。これちょっとあのケースに惚れたというか、最初こんな感じですね。めっちゃ可愛くない？他にもキャラクターいたんだけど、ハンギョドンラストでした。よいしょ。あ、こんな感じで、デザイン可愛いね。これはまあ今年の夏で使おうかなと思います。可愛い、こんな感じです。良きだね。でこのケースだけでもまた可愛いのでお気に入りです。はい、続いてはこちら、じゃん。こちらはですね、あの雑誌のニコラの限定コラボのマーカーペン、擦ると消えるカラーペンでございます。こちら値段が300円になります。もともと450円だったっぽいですね。開けてみましょう。で、ちなみにね、これを買った理由として、じゃじゃん、トーシューズが書いてあるんですよ。めっちゃ可愛くない？まあ元ね、あのバレエやってた人ということなので、買わせていただきました。で、他にもなんかニコラの、あ、こういう感じ、ニコラのなんかコラボみたいなのもあったんだけど、やっぱちょっとトーシューズが可愛すぎてこれを買いました。茶色だ、こんな感じですね。いや、ピンク好きだからありがたい。で、この上使うと消えるみたいです。ちょっとやってみますね。あ、すごい。私このさ、ペンさ、このメーカーっていうかの種類の毛持ってないんだけど、あ、ガチでちゃんと消えるの。なんかちょっとさ、ぐちゃってなっちゃったんだけど、ちゃんと消えるので、間違えたら消せます。最高ですね。修正ペン、修正テープがなくても安心です。続いてはこちら、じゃん。多分同じかな、メーカーっていうか、そうですね。でこちらが、ニコラ、このさっきのと一緒ですねの、ドクターグリップの 0.3 で、これもまたトーシューズの柄になってます。こちらの値段が500円、550円で、もともと600円だったそうです。ドクターグリップのね、 0.3 を持ってなかったので、それはめっちゃ嬉しい。で、まあドクターグリップのめちゃめちゃいいところ、振れば出てくる、最高ですね。じゃあ書いてみます。普通に良き、書きやすいですね。よし、ここで使いましょう。しかも白系統なのでね、可愛いです。続いてはこちら、じゃん。こちらはですね、あの YouTuber のミオリンカフェさん、私めっちゃ見てるんですけど、のコラボグッズっていうのかなでございます。こちらの値段が200円でございます。もともとは770円ですね。あのミオリンさん、めちゃめちゃ YouTube 見させてもらって、あの受験の時にマジでモチベ下がった時にずっと見てましたでね、私付箋めちゃめちゃ好きな人なので、こんなに入ってるのはテンション上がりますね。このピンクと緑は普通の紙の付箋で、細めの付箋と、このハテナとびっくりマークの付箋はなんかフィルム付箋みたいな感じでペラペラなっていて、黄色の付箋と青、紫、青と緑の付箋は普通の紙になっています。これ1個にまとめたのすごい使いやすいのでね、あの高校とか、これを使っていきたいと思います。楽しみです。続いてはじゃじゃーん。はい、こちらもですね、あのミオリンカフェさんのグッズになってます。こちらの値段が両方110円でございます。こっちはですね、私一回買ったことあるんですけど、全部のページ使い終わったのでまた買いました。これは予定表みたいな感じなので、こういう感じなので、テスト前とかに使ったりしようかなと思います。スタディープランノートね。そうで、こっちは普通のノートっていうか、全教科対応のノートになってて、これですね、めっちゃ書きやすそうで買いました。まあこれとかにノートまとめるときとか、授業中とか宿題とかまとめるときとかにこれも使って、まあこれ使って、重要なところはこれ使ってみたいな感じで使えたらいいなと思います。はい、ということで購入したものは以上です。こんな感じでした。はい、ということで今回はママとデートで買ったものを紹介しました。どうでしたか？私はですね、本当に欲しいものが買えたので良かったです。しかも探してもなかったものだったり、ネットでしか買えなかったものとかもう買えたので良かったです。まあ、また、まあ、受験が終わったということで、ママとデートとかパパとデートとか、まあ、友達とデートとか、まあ、たくさんね動画増えると思うんですけども、皆さん全部見てくださいで、結構コメント、全然違う話になるんですけど、コメントオフになってる動画もたくさんあるので、よかったら見てください。お願いします。あおりチャンネルのチャンネルの方行ってくれれば見れますので、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。もう急にお願い多いんですけどね。
まあ、ということでママありがとうございました。たくさん買ってくれてありがとうございます。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。